有馬警察署への、通報記録、有馬警察です。こんばんは、有野第一弾ハイズの淡井圭介ですけども、はい、今もあのなんか階段登りながら外に見たんですけども、大きな声で男性が、うん、なんか来ましたね。え、大きな声出して来た、この住宅を出入りしてるのか、またどこかの部屋を借りてあの出すの。え、淡井さんどこの住んでるとこの？線路側の方の家にその210号室ってあるんですけど、その横は階段なんですよ。はいはい。で、何か大きな声をかなり大きな声で。今もまだ騒いどんですか？いや、もう他の人間もそうなんですけども、まず、動画で撮影とかのボタンを押した瞬間、すぐにこう何かいろいろ言ってきたりするのをやめます。それは晴山聖子の人間もそうなんですけども、あと、例えばテレビとかで、バラエティ番組を見たとき、そういったときにすぐに誰かが晴山聖子に来たりとかしたりとか、そういう傾向はありますね。外からこう喧嘩を打ってくるようなことを言ってくる人間で、まあ、今日のものに関してはまあまあ、缶を見てませんから、全然心当たりもないんですけども、かなり先ほど大きな声で、見たんですけども、上を越されてますね。で、110番とか、IM 警察署警察の方に電話かけたら、まあ、すぐ、やっぱり電波で聞こえてきてるのか、例えば子供とかでも結構多いですね。すぐ逃げていくっていうのは。ですね。まあ、でもかくにも、これ通報所関東危ないかなと。了解です。また回っておきますんで。はい。はい。また要望のよろしくお願いします。はい、わかりました。あと、また思い出したことがあったので、その次、すぐに、通報した内容を再生します。はい、有馬警察です。先ほど通報した淡井圭介ですけども、はい、310でやたらと大きな物音が出ますね。で、はい、床に何かぶつけるような音だとか、多分階段登ってて310号室に入っているんじゃないでしょうか。はい、はい、対応よろしくお願いいたします。はい、次の通報内容を再生します。で、またこれ時間とかを確認してもらったら分かると思うんですけど、はい、有馬警察です。あ、先ほどお電話しました淡井圭介ですが、はい、有野大一さんですが、はい、先ほど何か車が5分ぐらい前に来て、はい、まあ、乗って帰ったみたいなんですけども、はい、まあ、家、今日帰宅するのがちょっとまあ遅くて、まあ、22時ぐらいに帰ってきたんですけども、春山整骨院に車が2台止まってたんですけども、はい、その強制指導は法的にその何回か受けると、その政府の所有物に会社がなるケースがあると思うんですけども、春山整骨院、どういう状況なんでしょうか。行政指導を何回も受けて、その警察が入るような形になっているんでしょうか。ちょっと分かりません。ああ、そうですか。実は以前、そのだいぶ前になるんですけども、例えば2000年から2001年だとか、まあ、それぐらいの時期なんですけども、秀和株式会社という灯油の循環販売の仕事をしていて、その店長とかをしていた人が、その警察官とかだったりしてたんですね。で、その組織的な犯罪か何かで、その政府の管轄に置かれていたんじゃないかなと今考えたら、まあ、そう思ったりもするんですけども、どうなんでしょう、テレビ局とかもそういうふうなケースってありますか。ちょっと分かりません。まあ、一応先ほどは対応していただいて、で、帰っていったっていうことですよね。まあ、その
一回ちょっと相手の言い分とか なぜ来たかが知りたいんですけども、その辺のところの情報開示はできないでしょうか。できません。あ、なんかね、もうえらい勢いですごい怒ってましたね。もうこんな時間にあんな大声なんか普通言わないでしょうから、階段登っていきながらこっちに向かって明らかに意図的に起こそうとして、でなぜ怒ってるのか僕には分かんないですよ。今日特に誰かと会話をした覚えもないですし、でテレビを今日別に見てないんですよ。でそのいつもどうしてるかっていうと、報道番組を見て、終わるような形にして、一応それで、まあ、絡んでくる連中は、まあ、たまにはいることはいるんですけども、それだけでもだいぶ絡まれる、絡んでくる人間が来るっていうのは回数は極端に減ったりはします。そのこう起こされたらなかなか大変ですね。その眠れなくなったりしますてるので、まあ車が来た音が聞こえたっていうことは、誰か迎えに来る連中があらかじめスタンバイしていて、意図的に310号室を出入りさせている連中らがいるっていうことですよね。その辺のところ、組織的な犯罪とかって対応できないですか？これもう何十年も続いてるんですけど、ちょっとあの、まあ、無言になられてますので、オフにいたしますね。その私たちもそのなぜこう言いにくいのかっていう、その相手のその考え方とか何に対して怒っているのか僕も全然わからないところがあって、対処しようがないって、まあその睡眠薬もらいに行ってるんですけども、まあそれもあの例えば一晩の間に、3錠使ってはダメですよとか、ああいうような連中が来た時に、あのまた眠れなくなったりした時に睡眠薬を一応服用して、まあ、寝たりはしてるんですけども、何度も来られたらもうこっちは倒れそうですね。以上です。ということです。あと、まあ、もともと、この27日、もう夜中だから日付変わってるんですけど、27日に、河川の撮影、東条川の河川の撮影をして、その帰り、木津駅という駅でですね、神戸電鉄、西鈴蘭台よりももう少し北の方へ行ったところ、まあ、三木駅よりももう少し、西鈴蘭台の方へ行ったところに、木津駅というところがあるんですけど、そこで、男4人組、学生かと思われる、まあ、サッカーをしてたんじゃないかなと思われる男4人組、学生じゃない可能性がありますね。J リーグとかありますから。まあ、乗り込んできて、まあ、僕に何か、言ってるような、節はありました。で、まあ、帰りの、電車でですね、三田線への、電車に乗り換えて、まあ、乗ってた人物で髪の毛茶色に染めて長い髪の毛で眼鏡をかけた老人女性がヴィッセル神戸のユニフォームを着ていて、僕は考えた内容に反応して、それじゃあこっち側とか言ってたんですけども、僕は考えた内容は、インターネット記事の2023年の能登半島の地震で900件ほどの、ボランティアの活動があったという記事なんですけども、
それを考えた時にそれだったらこっち側とか言ってるんですけども、そもそもあのその老人女性が淡井圭介がどちら側とか、淡井圭介を まるで自分の所有物かのように言ってる時点でかなり間違えてます。逆ですね、淡井圭介側かどうかなんです。エネルギーの残存量問題とかありますから。あとヴィッセル神戸からの支払いも全然ないですよ。あと正直夜中喧嘩売りに来た人間に対してめちゃくちゃ腹立ってます。本当に寝起きだったから、まあ最初通報した時ボソボソっとしたような、まあ頭があんまり回ってない状況わかるかと思うんですけども、無理やり起こされた時で、もうその後の本音力づくでもう取り押さえて、通報して引き渡し、まあ刑事訴訟法で一般人にも逮捕権はあるっていうことになってます。で、まあその後、まあ、ただし警察官の方に引き渡しと、まあ制服を着てらっしゃる。やっぱりそこまで考えてしまいますね、気持ち的に。もうそいつも何度もしに来てますから、その後多分3105室に入って、もう家の中で壁に多分ボールとかをぶつけてたんでしょう。まあそれは現場の映像とか確認してもらわなかったらわからないと思うんですけども、3105室、だいぶもちゃくちゃしてきましたから、やっぱりもうそういう気持ちになりますね。一応まあ窃盗犯は捕まえたことがあります。大川駅のイオンモールのところですね。老人男性と髪の毛染めて片一方の耳にピアス3つもつけてる、まあ、いかにもっていうような人間が揉めていて、まあ、ちょっと警察を呼びますから、両者、警察官に、事情を話してもらって、喧嘩になるのもあれだからということで、間に仲裁入るような形で入った瞬間、そのピアス、片一方の耳3つつけてる人間が急に逃げ始めたんで、捕まえて、なんで逃げんねんということで、まあ、結局窃盗犯だったみたいですね。まあ、力ずくで取り押さえてなんですが、まあ、僕より一回り体大きかったので、まあ、僕も年齢が年齢なのと、あと、まあ、相手は20代前後それぐらいでしたからね。だからまあちょっとあれでしたけども、まあちゃんと、警察官に引き渡して、警部補以上の人が法律で、その検察庁に書類送検するときの書類送検するときの書類、書くと、まあ、その調書を作るのを、まあ、証言して、まあ、手伝うっていうことを一回は絶対してます、記憶にある限り。まあ、本当はそういうことをしても大丈夫だということを分かってる方ですから。ただし育てた瞬間相手がね、その複数いたりしたらもうどうしようもないでしょうから、もう本当腹立たしい限りですね、そいつらにちゃんと罰金払わせるような形で物事を進めてほしいですね。もうそれ何回しに来たかですよ。木津駅で乗り込んできて、結局どの辺りに住んでいたのか、まあそいつらは岡場が男4人組の方なんですけど、木津駅の本当は岡場だからとか何かそういうことを言ってたんですよ。もうその関係者なのか何か、まあ厄介ですね本当に。